けど頑張ってちょっと撮ってきます。朝からいろんな格好をして生まれて初めて着るのもたくさんあってすごい楽しかったんですけど、まあ、どんな格好をしたかは皆さんも発売を楽しみにしててください。お疲れ様でした。